平岡一郎5月2日隊は日本の元実業家。父は三島幸夫。母は平岡陽子。母の死後に代わって3島の著作権保護に努め、三島の映画論をまとめた三島幸夫映画論修正の監修などに携わった。1962年5月2日、父三島幸夫と母陽子の長男として東京で誕生。3歳年上の姉。 のり子とともに、大田区馬込東一丁目1333番地の家で育った。小学校は、お茶の水女子大学附属小学校に通い、海星中学校に学んだが、中学卒業後に渡米。帰国後は、市川昆の下で、映画制作の手伝いをした。米国へ行きたい、などと言っていたが、結局、慶応へ進んだらしいと、勝部誠町は伝えている。 成人後は映画の助監督を経て、1988年9月9日、東京都中央区銀座パチョウメゴの24のエイトスタービル1階に宝飾店アウローラを開店した。1990年代前半には作詞家を志して、売り屋、雅井さむに弟子入りしたが、才能はあったものの作る詞が点がすぎるもののため、通続的な歌謡曲やポップスの世界に向かないとして、 半年ほどで諦めさせられた。母、陽子の死後に、福島二郎が、父、三島との愛人関係を描いた、小説、県と勘弁を1998年に出版したが、その著書の中で、福島が三島の書簡を無断公表したことに対して、い二郎は、姉、典子と共に著作権侵害のゆえをもって、同書の出版差し止めを求め、福島及び、文芸春秋を、 東京地方裁判所に提訴し、2000年5月23日に、勝訴が確定した。1999年には、三島幸男映画論集生の編集、監修。2005年には、三島の小説の映画化、春の雪の企画、監修に携わった。その際は、三島一郎と名乗っている。男児、一郎が誕生した翌年、三島は、息子の将来に思いを馳せ、 どんなことをしても、小説家だけに放つてもらいたくないとして、どんなに世間の喝采を博す喜びがあるにしても、こんなサーカスの綱渡りみたいな、危険な職業は選ばせたくないと語った。また、雑誌などで、子供の写真を撮らせない方針であることを述べ、親が有名人だということで、自分も何か実質があるかのような勘違いを起こし、人格形成に計り知れない害を及ぼすことを危惧した。 家で子供と一緒に夕食をとるときには、どんな面白い番組があっても絶対に、テレビは消させた、三島だが、雑誌に連載される、赤塚不二夫の、猛烈あ太たろうは、いつも、ーチ一郎と奪い合って読んでいた。イーチ一郎が6歳の頃には、息子の友達が家に集まってくると、三島は、ボディビルで鍛えた胸を叩いて、怪獣のような規制を発しながら、子供たちを脅かすことが恒例となり、 人気を博していた。一番幼い子などは、平岡家には、怪獣が住んでいると本当に信じ込んでいたという。見島氏を決意した1970年3月頃から、少しでも、子供との時間を増やしたいかのように、イーチ一郎を、よく後楽園遊,園遊園地に遊びに連れて行き、時には静江も伴って、遊んだ帰りに、水道橋のとんかつ屋で楽しく会食した。ある日、 イーチローをデパートに連れて行ったとき、玩具ングのことで、親子喧嘩をしたイーチローが、お父様なんか死んでしまえ、と口答えをした。三島はそのことが身に応え、本当に悲しそうだったという。自決する月の11月13日には、イーチローの小学校の授業参観の後、勝部校長と3時間ほど息子のことで懇談したという。三島は日頃、他人に、 自分の子供の話などしない人間だったが、自主の迫ったある日には、とある人物との要談中、唐突に、僕はイ,イチローが可愛くて可愛くて、どうにも仕方がない。本当に可愛いんだと2、3度同じことを繰り返したと、され、さらに、23日か24日頃には、母親にも、お母様、僕はもう、イチローを諦めましたと言ったという、ありがとうございます。